はい、ではまもなく生放送始まります。じゃあ、ゆめしがオグリンのって言ったら優しい時間でしょうか。オッケーオッケーオッケー。オグリンの優しい時間。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分武蔵小杉タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお届けいたします。はい、ということで、今月もね始まりました。オグリンの優しい時間、このね番組のタイトルね、あの本来のパーソナリティオグリンさんは6月にね旅立たれてしまいましたが、オグリンさんの意思を受け継いでね、来月まで僕とねゆめしで番組続けていきたいと思います、はい、で前回はね、はい、のぶさんね、あのヘルプマークの歌、はい、作詞されたのぶさんに来ていただいて、オグリンさんとの思い出、はい、いろいろお話ししていただきましたが、はい、今月もねオグリンの優しい時間。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分武蔵小杉タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお届けいたします。ということで今月もね、はい、始まりましたオグリンの優しい時間。はい、このタイトルのねオグリンの優しい時間なんですけど、本来はねオグリンさんがパーソナリティを務めるということで始まった番組なんですけども、結局ねオグリンさんが番組にご出演されたのは、はい、第1回放送だけでした、その後はね僕たちがお留守番ということでずっとやっているんですけどもね、6月に旅立たれたオグリンさんの気持ちを一生引き継いでね、はい、来月まで僕とねゆめしと2人で、はい、のぶさんゆかりの方をお呼びして番組をね、はい、進めていきたいと思います、はい、先月はね、はい、のぶさんが来てくださいまして、はい、そうです、ヘルプマークの ね歌の歌詞を作ってくださったのぶさんが来てくださってね、はい、どんどん輪が広がっております、ね、そうのぶさんにねオグリンさんの思い出いっぱい話していただきました、はい、今月もねオグリンさんゆかりの方をお迎えしてるんですね、はい、これね。そうです、今日も、ね、素敵なゲストをお呼びしております、はい、じゃあ早速呼んでみたいと思います、はい、そらさーん。はーい、そらです。イエーイ、やってくれてありがとうございます。ありがとうございます、呼んでいただいて、はい、じゃあ軽く早速ね自己紹介をしていただけますでしょうか。はい、私は、ビゴライブというライブ配信で、歌ライバーやってます、ソラと申します。はい、はい、ミュージックライブハウスという、特別なステージで月に 1,2 回ほど、毎月出させてもらっています。はい、はい、ありがとうございます。でソラさんはオグリンさんとは、はい、どういう感じでお知り合いになったんですか。いや小栗さんとは、うちの母がですねちょっと癌を患って、はい、それでなんかこういい体にいいものないのかなって探した時にちょっとこういろいろ体にいいものを紹介してくれたりしてそのつながりで知り合ったんですけど、はい、オグリンさんってねツイッターだとか、うん、YouTube だとかね、うん、いろんな発信をしていて、で同じ境遇で ね頑張ってる戦ってる人たちの指標に、ね、はい、なるようなことをたくさん発信してくれていて、はい、でじゃあソラさんもじゃあその中の、うん、
一つというか、ね、そこから出会って、はい、小栗さんとつながった感じなんですね。はい、この今ねこういるメンバーもなんだかんだで小栗さんがつないでくれた縁だなって思うとなんか感慨深いですね。そう、僕らはねビゴライブっていうね、配信アプリでね、知り合ったんですよ。だから僕ら的にはね、オグリンさんはメンマちゃんなんですよね。そうですね。そう、あのオグリンさんね、ビゴライブではね、うん、島田メンマっていう名前でね、はい、配信をしていて、そうだから僕らはねメンマちゃん、メンマちゃんって言うんだけどね、最近ではもうオグリンですよ ね。そう、皆さんオグリンの方がね、馴染みが深いということで、うんうん、そう、じゃあとそれは ね、うん、あ、ごめん、あのね、ソラちゃんとこう私も知り合えて、ビゴを通してね、あのメンマちゃんというか小栗さんと知り合えて、ヘルプマークのあの曲とかもね、はい、歌ってらっしゃりとかしたじゃないですか、ね、はい、そうです。それでなんか全然枠とか行ってなかったんやけど、なんか小栗さんがし、なんかソラちゃん、ソラちゃんって結構言ってたんでなんか小栗が作った最後にね作ってくれた、はい、あの作詞作曲オグリンの曲あるの知ってますよね。はい、もちろん知ってます、はい、曲をねこの後実はかけてもらうんですけど、はい、あのそちらもね実はこうオグリンさんが亡くなる前の1週間ぐらいに夢師に電話がかかってきて、そら、うん、ちゃんと夢師ちゃんでレコーディングをしてほしいって、うん、実は託されたんですよそうだからね、それもねあの含めてこれからどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、だから皆さんもあの西藤さんも巻き込むつもりなんだけどね。そう、僕もねあの一応お声掛けさせていただいてね。そうだから梅山さんが残してくれた最後のつながりというかね、うん、これは本当に絶対にね最後までやり遂げたいね、はい、みんなでね、あの本当にね、それこそね、あの亡くなる寸前までそれだけ本当にみんなが歌ってるのを聞きたいってずっとね言ってて ね、そうでも聞かせてあげたいけども時間がなくて、みんなを収集することもできないし、まね、って感じで、だからこう残された私たちにできることもそれだなって思って、夢氏はなんかみんなで一個作品を作ることが小栗に対してのね、あの何願いを叶えることかなって思っております、うん、きっと今回もね帰ってきてくれると思ってたからね、僕らはね、うん、そういつもここに来るとこの時間大体いつもね本当そうだし、あのいつも、ね、なんかあるために乗り越えて帰ってきてくれてたから、うん、そうですね、だからきっと今回もね帰ってくると思ってたんだけど、あの、うん、旅立ってしまって、うん、ね、すごい十分ね、もう本当に頑張って戦ってくれたと私は思う、うん、はい、ね、もう最後の最後まで、あの YouTube を発信し続けて、そう本当にそうなんです、あの尊敬してます、うん、はい、なんかスタッフさんのことも気遣いそうかったみたいで、ね、一番自分がね辛いはずなのにすごいなって思っておりました、ね、夢氏もそんなたくさんのものをね僕たちに残してくれた小栗さん、はい、ね、その最後のね最後の贈り物の曲がこのね仲間の印、はい、仲間の印ね、もう本当になんかこのタイトルもね、うん、なんかジンとくるよね。そうなんです、ノブさんも言ってたんですけど、ね、ノブさん、この間来てくれたノブさんも実は最近あのラジオで、うん、番組の名前を変えたんですけど、うん、そちらが仲間の印だそうです。ね、そうね、すごいね、あのぴったりな言葉だと思います。ね、そうそうそう、はい、このね曲も僕らの、うん、オグリンさんと僕らの仲間の印だし、そしてねもう一つオグリンさんがね、はい、ずっと啓蒙してたヘルプマーク、はいはい、ね、このヘルプマークもね僕らの仲間の印、このヘルプマークのね話もねちょっと後ほど ね、うん、あのたっぷりしていきたいと思うんですけども、まずはねその先ほどから言っている曲を、ね、うん、はい、聞いていただきたいと思います、はい、それでは、仲間の印、すみません、ポカりました、ね、でもなんとかなんとかね、はい、あれすみません、最初の音楽がねそうね、ごまかしたから、ね、今ねそう花粉をね
花粉をあげないといけなかったんだけど、僕花粉をここそう花粉をねあげてなかったって。でもまあ音楽流れてるんだからだよ。そう多分バレないね。ね、何事もね、皆さんこんにちは、なかったかのように2回喋るっていう、ね、超冷静を予想すごいここやってもうたって思う、早いね。そう今ねかかってる仲間の印がね、うん、そう本当にねこの曲をみんなで歌いたい、歌いたいです ね、みんなで歌いたい、進めていこうね、そう、で YouTube で浦野さんにも頼んでさあ、そうですね、そうですね、はい。でもね本当ね大栗さんのなんだろう、その思いを伝える力、うん、すごいよね、すごいですね、本当にこのね番組の第1回のね、うん、YouTube の再生回数もね、うん、5万回ぐらい、もうちょっと超えてると思う、もう今もっと超えてると思うんだけどね、うん、そうだからたくさんの人にね大栗さんの言葉が届いたと思うんでね、うん、いやもうこんなに赤裸々にこう発信続けた人っていないと思うんですよ、うんね、いや本当に本当に、うん、すごい、はい、なんかやっぱり自分がっていうのもありますし、あと癌を患った家族の方も、うんうん、にもいいなって、ね、そうだね、うん、支えになりますよね、そうですね、なんかこうみんなさやっぱり辛いこと悲しいことってあるじゃない、だけどさやっぱり大栗さんを見てるとさ、自分も頑張ったそうですね、こんなことでさこんなことでうじうじしてたあかんぞって思うもんね、そう、なんかもう、はい、私も最近体調だからじゃん、うん、もうそう降臨してますもん、ね、なんか本当にその命をかけてってよく言うけどさ、まさにその通りだったもんね、ヒーローだよね本当に、大栗さんは、はい、そのね僕は最後はわからないけど話聞いただけだけどさ、はい、最後の瞬間までねそうだったっていう話やね、最後ガッツポーズをね、うん、して旅立たれたって、そうそうそうね、本当にすごいよね、うん、なんか、うん、ちょっと巻いたのかな1分ぐらい、いやでも結構まあそうだね、うん、1分ぐらい、1分ぐらいだね、うん、それぐらいは全然大丈夫で、ねえ、いや本当に聞いていただいたのは言ってもらっていい、うん、もちろん、ね、じゃあお聞きいただいたのは、グリーンさん最後に残してくれた聞くみたいな、うんうん、あ、止まりました、あ、落ちた、落ちんなよ最近ね、この間落ちたよね、私見てると強ったもん、あれと思って、もう一回やる感じですか、うん、そうなるよね、わかる、あ、今いた、あ、うん、こっちか、よし、顔認証使えない、ごめんなさい、なんか落ちちゃいましたね今ね、ツイッターでもね生配信をしているんですが、こちらでいいんですか、なんかね、落ちちゃいました、新しいやつ、うん、これあれかな、やったやつだから、多分新しいのは新しいのない、続きなかったら多分大丈夫、そうだ、ね、この場で多分今もまた再接続してるはず、ね、そうあ、このままでいい、大丈夫、はい、ね、です。なんかさ先週もね、はい、落ちちゃったの、生配信してたら、さよなさんの番組で、そうなんかね、なんかやっぱりあれいいこと俺が言うこと言うと落ちちゃうのかなバレたね、あ、最後に前言うなみたいな、ね、いいこと言ってるからカットやみたいな、ね、あれじゃん、なんかいいことすると評価するみたいなごめんなさい、ツイッターね見てくださった皆さん嬉しいです、改めましてそらちゃんです、はい、はい、よろしくお願いします、ほぼオンタイム、ほぼオンタイムだね、残りが14分だから、うん、
お聴きいただいた曲はオグリンさんが最後にね残してくださいました仲間の印でした。この曲をね僕たちオグリンさんの仲間全員でね、はい、歌って、はい、一つのね、そう、また新しい曲にして、ねね、で皆さんにお届けする、にしたいと思ってますので、ね、これが僕らがね最後に、はい、オグリンさんにね、ミッションでございます。ミッションなんでこれ絶対にね、はい、絶対にやりたいね、絶対にやりたい、絶対にやりたい、ね、でそのちょっとね通信的なメンバーになっていただくのが今回のねゲストのソラさん、そしてユメシと、はいはい、ね、この2人がねオグリンさんから頼むよってね託されたんで託されたぜ、ね、よろしくお願いしますね、はい、あとね、そう、うん、あれですね、ヘルプマークのね今いないオグリンさんがやっていたヘルプマークのね、うん、啓蒙活動、調べていく活動もこれからソラちゃんもやっていくのかな、はい、ね、あ、歌ってます、歌ってもね、はい、歌ってるってことはそうなの。ユメシもこういう見えないかもしれないけど映像で見えてる方、赤くて赤いね、まあ赤いし、なんていうの、赤字に白でね、赤字に白のハートと十字架の ね、うん、マークがヘルプマークっていうのがあるんですけれども、ヘルプマークのことちょっと教えていただけますか、分からないんで、はい、はい、ヘルプマークっていうのは見た目では病気持ってるよってことがわからない方がですね持つと、で、うんうん、まあ、例えばですけど人工関節や、うん、あと妊娠の初期の方とか、うん、はい、難病持ちの方とか、はい、見た目ではわからない人がつけてます。最近結構見かけるようになりましたよね、優先席とかにポスターとか ね、はい、そう、駅のね構内によくね最近はポスターが貼られていて、はい、ね、はい、そうそうそう、東京都で一応ね、そういう発祥、発祥が東京都なので、うんうん、東京都の駅とか地下鉄ではねもらうことができるみたいなんですけど、うんうん、あとはね違う県とかの方は各自治体でちょっとね電話してみたりとかして聞いてゲットしてみてくださいね、うん、これはあれなのかな、やっぱりさっきねちょっとお話ししてたんだけど、そらちゃんのお母さんがそのがんと戦っていて、はい、うん、その時にそのいろんな情報をね、はい、オグリンさんからいただいて、はい、でその時にオグリンさんが啓蒙をしていたそのこの、ヘルプマークに出会って、ソラさんもじゃあ、うんうん、自分も協力しようっていう、うん、そういう感じなのかな。はい、そうです、ね、どう思いました、最初ヘルプマークっていうものを知った時に。うん、ヘルプマークはもう本当に最初見た時はこれは何だろうっていうふうに、マタニティマークみたいな、はい、みたいな、そうですよね、うん、でもこういうマークができたっていうのはすごい素晴らしいことだと思ってて、はい、なんか小学生がまだこう認定されてないけど小学生がちょっと考えた緑色のヘルプマークみたいなのが、はい、あって、最近ね、そうですね、なんかそういう発想も生まれるんだなって、はい、なんかすごい思いやり、ね、優しさがね詰まってて素晴らしいマークですよね、はい、助けてくださいっていうヘルプマークと、うん、助けてあげますよっていう、素晴らしい、はい、ね、何かあったら、はい、自分は何かやることやれますよっていうマークの方のヘルプマークでもね、はいはい、そうです、助けてっていうことも、ね、助けますよっていうこともすごい結構はい、勇気がいる、そう、そうなんですよね、なかなか、それを小学生の子が作ったっていうの、本当に胸にじんときますね、じんときますね、素晴らしい、電車でさ席を譲るってさ、はい、できそうでできないんだよね、そうなんですよ ね、 ね、なかなかすごくさ見ててね、あ、ちょっと変わってあげたいなと思うんだけど、それがちょっと恥ずかしいみたいなね、しかももし断られたらどうしよう、ね、そうそう、大丈夫だじゃないって言われて、ね、なんかよからないことを考えてうちに行っちゃうみたいな、なかなか勇気がいりますよ ね、 ね、そうなんだよね、うん、そう、僕は結構ほら、ね、一応ヒーローだからさ、そういうのね、まあ、言っちゃうんだけど ね、 ね、で、そのままねこう、はい、席をねお譲りした後、うん、前に僕立ってね、うん、結構お話ししちゃったりする、あ、お話し好きだしねお話し好きだからね、はい、そんなサイゾンさんもテーマ曲みたいになるじゃないですか、まあ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 ね、そういう曲を今日は、ね、
ヒーローになりたいんで、ぜひ、ね、元気になるような曲を今からね聴いていただきたいと。これ流していいの？流していいの？本当に？うん、トヨさん今日頑張ってくれてるじゃん、イメージの代わりに。ありがとう。じゃあみんなに聞いてもらおうかな。はい、聞きたい。はい、これね、僕この川崎 FM さんでね、毎月第3金曜日の19時から、はい、僕の番組があってね、でその番組のタイトルにもね、はい、なっている曲です。アルティメットブレイカー。いいよ、ぴったりだよ。はい、ね、なんかあれ、これ遠くあっという間に終わっちゃったね、うん、そうですね、ええの、しゃれね、あの本当にこういつもね生放送、うん、ね、いつも生放送なんですけど30分ってねあっという間なんですよ。あっという間ですね、びっくりしちゃった。すごい緊張してたんですけど、ね、もう心地だけだよ。何かね、いつもこう、え、何を話したらいいんだろうって思ってたりするんだけど、始まるとねあっという間なの。もう出てくる出てくるって感じだよね。なんかまだ話足りないぞぐらいなね。また落ちちゃった。落ちましたね。なんかなんだろう、これどうしたんだろう。熱落ちかな。熱落ちかな。最新とかですかっていうと結構やっちゃうね。あのそう、今ねあのツイッターねやってるんですけど、すごくねすぐね落ちちゃうの。よいしょ。これあれかな、もうさ。限界なのかな、限界かもしれない、ストレージとかですかね。あアプリいっぱい入れてるとか、うん、ね、なんかちょっとこう軽くしてあげないといけないのかな。そうです、ね、すいません皆さん、西郎さんの携帯情報を、ね、そう、僕の携帯がねめちゃくちゃ調子悪くてすぐ落ちちゃうの。イメージと一緒の12にしようよ。12にし、あ、12なの？赤あるよ。あ、本当に12にしようかな。赤いいですね。どうしよう、レンズ3つのやつ、2個あるやつ、あ、2個なの、黒じゃない方。へえ、赤かわいい、ね、うん、結構かわいいです ね、そう、もう俺ね3年使ってんの iPhone。 いやいや、この iPhone3 もう3年はちょっとやばい。じゃあ変えるか、分割いけるよ、分割って。あとね、あの iPad もねちょっとねこう欲しいなと思って、配信用にね、うん、そうですね、配信、見やすいし、そう、もうね目が悪いからね見えないんだ全然。そうそう、このね放送もねマスクするでしょ、うん、マスクするからね眼鏡するとさ曇っちゃってさ、曇りますね。そうそうそう、うん、あとねこれでサングラスつけるとね、なんかあの逃亡してる犯人みたいな、指名手配犯みたいな、ヒーローのはずなのに。不審者感があのマックス半端ないんでね。ね、そんな話をしているうちにね、本当にあのどんどん時間が経っていってしまうんだけれども、このあとねちょっと告知があればね、はい、告知をね皆さんにしていただきたいと思います。そしてね、この番組もね残すところあと1回ね、来月で最終回、うん、ね、本当に突然始まった番組なんだよねこれね。突然本当にここで始まった、そう、突然よしっつって、あのドリームキングダムのね、うん、王子さん、そして川崎 FM さんのね、うん、ご協力により、うん、あのスタートした番組だったんですが、結局ね、はい、オグリンさんが出演されたのはね最初の1回だけで、うん、伝説の1話、ね、そう、そうですね、そう、あの始まった時にもね、うん、もうそういう覚悟はちょっとしてたんだよね。そうそうそう、もし何かがあったら、その時こそ1回目も怪しかったんだもん ね、そう、もう夢が、うん、もし何かがあったらあとは僕たちでね頑張ろうって、そういう覚悟で始めてたから、そう、だから逆に言ったら1回でもね、そう、出てもらえたのが良かったのかな。そう、動画に残ったしね、そう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 、良かった、ね、本当に、うん、残すところあと1回だけど頑張ろうね、少しでもオグリンさんの気持ちをね、うん、あの皆さんに届けられるように、うん、はい、ありがとうございます。すごい、花粉をあげ忘れるって俺3年目になるけど初めて。いやー、ありそうだもん、なんか。
お届けした曲は、サイドンでアルティメットブレーカーでした。イエーイ、ぜーぜーぜー。そう、ちょっとでもね、みんなにね、元気になってもらえたら、ね、元気になる曲嬉しいと思います。ということでね、もうあっという間ですよ、番組、ね、30分、ね、残すところもう本当に、この番組自体もね、うん、次回の放送で最終回、ね、そう、さっきね、曲中にもお話ししていたんですけれども、ね、番組ね、始まる時点で小栗さんにもしものことがあった場合は、はい、僕らで何とかしようっていうことをね、うん、最初から覚悟した上でのね、はい、番組でした。本当にね、ドリームキングダムのおじさんと川崎 FM さんのね、うん、本当にね、ご協力により、はい、始めることができたこの番組ですが、はい、残すところあと1回、ね、はい、来月の放送で終わるとなりますが、はい、またね、頑張っていきたいと思います。はい、ちなみに来月は9月の23日がラストの放送となっております、はい、時間は13時から13時30分です、ね、はい。で、せっかくなのでね、何かお知らせすることがあれば、はい、皆さん告知があればということで、さら、はい、ちゃんありますか？あ、まあ、イベント終わったんですけども、はい、はい、囲碁ライブっていう、ライブ配信で、空.29で、うん、検索してぜひフォローして遊びに来てください。はい、みんな見に来てね。そう、サイドンさんもね、そう、僕もゆめしもね、そらさんも、そう、今ビゴライブっていうね、配信アプリで配信をしています。皆さんね、まだビゴライブダウンロードしてなかったら無料なんでね、はい、ダウンロードしていただいて、はい、ぜひね、僕たちに会いに来てください、はい、ね、オグリンさんの思いもね、その場で届けられたらと思います。はい、はい、ちょっと備えていきます。はい、ゆめしはですね、サイドンさんときっと一緒になるのかなって思うんですけど、ね、なんと、うん、ちょっとね、先になっちゃうんですけど、10月の17日、なんと、ゆめし主催のハロウィン・オブ・ミッションというね、うん、イベントを下北沢6でもない夜さんで、ライブをさせていただきます。そのゲストでね、サイドンさんがなんと、そうなんです、僕出るんですよ。来てくださいまーす。これ8ヶ月ぶりのライブ。そう、だからもう、ゆめし見てらんなくて呼んだの。ちょっと出てきてよって引きこもりがちだかって。そう、まあだからね、そう、ゆめしが言うならやるかと思ってね。うん、そこれ、現場だけじゃなくてね、はい、配信ライブもございます。こんな時期なんでね。こういうご時世なんでね、配信でも、なんとしかも1500円で2週間アーカイブが残るので、ね、何回も見れちゃうんです。うんうんうん、なのでぜひぜひね、興味ある方はサイトのさん、またはゆめしのね、ツイッターなので、ね、ツイッターとかでね、見てくださると嬉しいです。はい、さあ、ということでね、今日ももうお時間が来てしまいました、はい、それではね、皆さん、また来月のね、この時間にお会いしましょう。はい、最終回ね、来月もきっと誰か来てくれるのかな、うんうん、誰かですと ね本人も来てくれると思いますよ。そうね、いつも ねそう、みんながオグリンのことを思い出して優しい気持ちになるとき、はい、うん、それがね、オグリンの優しい時間です。いいこと言った、ね、はい、はい、それじゃあもね、来てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、せーの、またね。ありがとうございました。お疲れ様でした。すいません、バタバタしちゃいました。でも曲最後ね、流してもらってたから、ね、そのまま、そうそうそう、抜いてもらって大丈夫です。はい、それでは皆さん、ありがとうございました。ごめんなさい、何回も落ちちゃって、本当にね、また次回